マリーンズ4連勝で迎えました日曜日のこの ZOZO マリン今シーズン初めての公式戦は3年ぶりの勝利をかけて谷内今シーズン2度目のマウンド。その立ち上がり辰巳にいきなりフォアボールを与えたんですが2番の小深田を変化球でダブルプレーに打ち取ります。ねえ、ツーアウト大きかったですね。はい、でその後3番の浅村見逃しの三振と結果的に3人でゼロを並べるスタートを切った谷内です。イーグルスは今シーズン初めての先発岸、その立ち上がり2番の藤岡が初球を打ってライトオーバーのツーベースからスタート。あわやホームランですからね。そうですよね。その後フォアボールが2つ出ましてツーアウト満塁とチャンスを作ってマリーンズは安田ライト線に持っていってこれがフェアになります。今シーズン初打点の2点タイムリーツーベース、マリーンズ2点を岸から先制します。谷内にも援護点となりました。一方2回にもマリーンズ岸に襲いかかりますがその前に谷内のピッチング、ブランコを2回三振、まあ、初回に2点取ってくれたっていうのはねだいぶ楽になりましたよね。茂木に初ヒットを打たれましたが阿部も三振と2回はアウト全部三振で2回まで4奪三振で2回の裏のマリーンズまずはチャンスメイクという格好で平沢が前日の逆転のホームランに続いてヒットで出ると藤原チェンジアップでした。右中間をやり込みます。点を追加3対0。さらにランナーが2人となってフォアボールが出たところで中村キャプテンレフトへ、これ一旦二塁まで戻るんですが、そうですよね、ドライビングキャッチもあるので戻ってるんですけど帰ってこれる、いい脚力してますよね。藤原帰ってきて4点目、4対0。さらに山口レフトフライの後ポランコカーブでした。センターへのタイムリーヒット、自身今シーズン3打点目、さらにリードを広げ、そして先ほどタイムリーツーベースを打っている安田がカーブを狙ってきます。本当このあたりずっとこうタイムリーがやっぱストレート意識しながらやっぱちゃんとこう変化球全部拾ってるんですよね。はい、で種市はというと3回三者凡退、4回はご覧の小深田を三振に切ると浅村フォアボールの後前日ホームランのフランコは3塁ファールフライ、いかがだったでしょうかトータルとして内容は。まあ、あの2回の4点で6点もらったんでね、本当にこうピッチングがぐっと楽になりましたね。はい、はい、まあ、途中途中いろんなことを試しながらっていう部分も見れましたんで、はいはい、で一方でイーグルスは2番手で3年目の内星龍が上がって、これが圧巻のピッチング、3回4回5回全部三者凡退。いや伸びやかなこのストレートですかね、まあ、フォークボール交えながら本当にこうセールスポイントを、ね、十分と出した息のいいピッチングしてくれましたね。新しいデビューでしたね2番手でしたが、で種市投手は6回まで行きました。ここでも三振は辰巳から奪って、前回は4回90球台という近くだったんですが、はい、今回は6回まで行きましたね。そうですね、あの、まあ、100球ぐらいっていうところはあの想定してたと思うんですけどね、はい、次行くとも100球超えるので、うん、まあ、本当に十分な1安打十分なピッチングでしたね。6回95球、はい、ヒットは茂木の1本の1安打、奪三振7、フォアボール3つ、無失点でマウンドを降りました。マリーンズは6回ランナーをためて山口がフォアボールを選んで、これが押し出し、山口にも打点がつきました。ちょっとイーグルスとしてもその後の鈴木空伊藤で踏ん張りきれませんで、安楽が7回出てくるんですが、先頭安田この一振りでした。ツーシーム系のボールが引っかかって、ね、内側に来たところですよね。まあ、あのストレート系を、ね、仕留めたっていうのはこの最後もこれでダメ押しですよね。3安打4打点目はホームランでした。はい、さらに大下が出てきてデッドボールで出塁して、1番の藤原京太はこのスイング、京太もそうですよね、変化球拾って拾ってっていう打席続いててこうストレートで振り負けない、しっかり振り切りましたよね。ホームランラグンの一番上のところに当たって入りました。今シーズン嬉しい第1号のツーランで10対0。で横山が9回託されまして、まあ、代打の黒川にホームランを打たれましたが、その後3人で締めて試合終了10対1。マリーンズこのホーム 5試合というのを全て勝って5連勝。谷内が2020年のピッチング以来3年ぶりの白星です。